キド戦争は1897年にギリシャ王国とオスマン帝国の間に勃発した戦争。オスマン帝国の支配下にあったクレタ島の貴族をめぐって争われた。オスマン帝国の勝利を描いた風刺画。オスマン帝国が瀕死の病人と言われていたことにかけて松葉杖を捨てサーベルを掲げたオスマン皇帝アブデュルハミト二世が今、 病人と言ったのは誰だと問いかけている。19世紀前半に独立戦争の結果、ギリシャ王国が建国されると、本土と同様にオスマン帝国の支配下にあった、クレタ島のギリシャ人の間でも自治、さらには独立を目指す運動が行われるようになった。1860年代の放棄などを経て、オスマン帝国は自治やギリシャ語使用の自由などを与えて怪獣しようと、 したが、ギリシャ系住民は納得せず、1896年末に大規模な反乱が始まった。ギリシャ政府は反ギリシャ主義に基づき、民兵とギリシャ軍をクレタ島に上陸させた。当時のオスマン帝国は、陸軍は何とか体を成していたが、海軍に関しては貧弱であったため、ギリシャ海軍に抵抗できず、簡単に政界権を取られてしまった。しかし、 バルカン半島での混乱を嫌う西欧列強諸国はギリシャの動きに反対し艦隊を用いてクレタ島を封鎖した。ギリシャ軍はクレタを撤収し次なる目標としてマケドニア、イッピロスの併合を目指した。ギリシャは民兵をマケドニア地方に送り込み現地のギリシャ系住民による放棄を目論んだ。4月4日、ギリシャ軍は国境を越え エドヘムパシャに指揮された六万人のオスマン帝国、アラソニア軍と皇太子コンスタンティノスに引き入られた四万六千人のギリシャ軍との間に戦闘が発生した。陸軍に関しては、オスマン帝国軍とギリシャ王国軍の質は拮抗している一方、数ではオスマン帝国が圧倒していたため、陸上での戦いは、初めからオスマン軍優位に進み、五月十五日から十七日に、 かけて行われたドメコス周辺での戦闘で、オスマン軍は決定的勝利を収め、ギリシャ軍は総撤退に入った。イッピロス戦線では、オスマン軍3万人に対し、ギリシャ軍1万5千人が動員された。4月18日オスマン軍は、アルタの包囲を開始したが、街は陥落せずその後交代した。残豪を掘って待ち構えるオスマン軍に対しギリシャは、 大きな死傷者を出し敗北、5月15日に撤退した。列強の仲介により停戦交渉が開始され、12月4日にイスタンブールで和平条約が結ばれた。オスマン帝国は莫大な賠償金とテッサリア国境付近の用地を受け取った。クレタ島は列強による国際保護地域、オスマン帝国主権下の自治国となり、翌年1898年に、 ギリシャ国王ゲオルギオス一世の第二子ゲオルギオスが総督として派遣された。その後のバルカン戦争の結果、クレタ島は1913年にギリシャに併合された。ありがとうございます。